私たちどんな大人になるのかな。お金持ち。俺はカスだ。のび太さんは別に。なんか夢ないの。僕はしずかちゃんとドライブに行く。のび太が運転。何がおかしいんだ。生意気だぞのび太のくせに。私バカよね。おバカさんよね。まったくだよ。なんか言ってた。いや、送ってくれてありがとうジャイアン。のび太のくせによ。のびのび太30歳やっぱり独身。トヨタです。大人になったらドライブしてバーベキューして。行こう行こう。のび太さんと出かけるのって久しぶり。外に出るとろくなことないんだよね。乗り遅れた。道に迷った。火つけたことないんだよね。あっちのび太さん、私バイオリンのレッスンあるんだ。送ってこうか。スネオさん。あれ、なんでのび太車で来なかったんだっけ。じゃあな。悔しい。やっぱ車か。ドラえもん。のび太くん久しぶり。車出して。ダメ。どうして。免許ないじゃん。免許か。トヨタです。ああ、スネオとしずかちゃんがまたドライブしてる。ダメダメ、こんな未来。のび太くん、車なんかなくたってさ。どこでもドア。すぐ海だし。知ってるよ。あ、聞かんなよ。ジャイアン。なんだお前ら。あれせんのか。風景が見たいならさ、タケコプター。そうじゃないんだ。もう道具に頼りたくないんだ。自分の力で運転したいんだよ。だから免許出して。頼らないって言ったじゃん。ケチ。トヨタです。のび太さん、教習所行かないの。諦めた。ブレーキです。ネットの方が楽しいし。もしも免許が取れたらって考えたことないの。そうだ、もしもボックス使ってみて。もしも僕が免許を取ったら。これが僕の車。いいな。かわいい車乗ってもいい。ねえ、どっか行こう。本当、どうしよう。免許取れよ。やっぱり知らない。君は忘れちゃった。ジャイコよ。ジャイコ。トヨタです。これは海よ、山よ、コンビニ用かな。コンビニ。トヨタばっかり。これはかわいこちゃんとドライブ用。やら、しずかちゃんと抱きっと。追いかける。はい、抱きコプター。あ、あそこだ。ドライブ行くよ。海へ行きたいわね。おー、行こう行こう。青いタヌキだ。しっかりしろよ、じいさん。スネオ。いや、楽しかった。僕もかわいこちゃんとドライブ行くよ。免許取ってから言えよ。トヨタです。ジャイアン、まだ免許取ってねえのか。いや、どうせ運転無理だし。やってみなきゃ分かるんだろうが。はい、持ってきたよ。ラジコン。運転してみろ。よし。下手だな。下手すぎ。やっぱ乗らないとさ。しょうがないな。スモールライト。いかん。お、乗ってみるよ。レッツゴー。やっぱり教習所に行くよ。それがいい。トヨタです。オリンピックってさ、東京でもあったんだよ。見たかった。行ってみる。楽しみだ。よし、出発。うわー、すごい人。ドライブ行かない。誰かに似てない。似てないよ。あ、すごい熱気だ。元気だな、日本。元気だ。あ、面白かった。ロンドンも行きたいな。あー、こいつ元気すぎ。勉強だけじゃないんだ。素晴らしい演技でしたね。元気すぎです。トヨタです。なんだこりゃ。芋？虫じゃないの。プリウスよ。だよね、僕もそう。お前は絵が上手すぎる。ごめんね、天才で。そうだ、もう一つ芸術の秋行かない。乗ってるか。イエーイ。行くぞ。ガンガン当てる。ガンガンする。逃げろ。通り抜け、フップ逃げろ逃げろ。自分の好きなところに行きたいな。行けるじゃん、免許取れば。いつ取るの。去年からずっと言ってるのに。しずかちゃん、もう待てないかも。トヨタです。全身ですよ、全身。トランク開けなくてもいいですね。ああ、車のない時代に生まれればよかった。はい、ご先祖さんだと。前へ行けって言ってんだろ。ないよ、ない。エイホって言ってみろ。あれ、走れてる。やるじゃん。ブレーラー。その調子。エイホ。はい、その調子。運転って楽しいですね。トヨタです。なんで大人になってもテストがあるんだ。免許を取るためだよ。覚えられない。あれあったよね。あった、アンキパン。これで覚えられる。食べ過ぎだよ。
全部出ちゃった。落ちた。道具に頼るからだ。のび太さん、ジャイ子、免許取ったの？取っちゃったのよね、桃太郎。桃太郎？トヨタです。ドライブって楽しいな。うわ、水きれい。気持ちいい。ちょっと引いてみようかな。どうしちゃったの？もう運転できない。じゃあどうやって帰るの？どこでもドアは？ポケット忘れた。私運転する。でも免許持ってるの。ごめんね、黙ってて。僕取るよ、免許。トヨタです。せっかく免許取ったのに、なんで車買わないんだろう。車お探しですか？のび太くんが買おうとしないんです。そんなお金ないしって。それならトリプルアシストがあります。それは何ですか？トリプルで車を買う方をアシストします。例えば西行きみたいなもんです。出たな、妖怪。最善報酬を渡せ。私も3人で守るんだ。それだ。それでのび太くんに説明しよう。最近の車の買い方、トリプルアシスト。残価設定型プランは3年後の値段を据え置いて、残りの金額を分割払いすることです。3年経ったところで最終的な支払いをその時の食べると言葉を翻訳してくれるやつから選択できます。ボンジューメスユー、メシーデトルブンドゥ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 ンこの辺り埃っぽいね。穴詰まっちゃった。じゃあ空気がきれいなとこ行こう。どこでもドア出して。どこでもドア出して。何これ、全然違うよ。どこでもドア。これノアだよ、じゃなくてドア。どこでもドア。穴詰まって声がさ。もう一回やって。どこでもドア。もうノアで行こう、みんな誘って。この車どうしたんだよ。なんで急にドライブ。なんでだっけな。穴詰まりか。みんなのハイブリッド、どこでもノア。家族もいないのにミニバン買ったの？車のために家族作らなきゃ。今年から入るな。私がいるじゃない。ジャイコ、私たちの子供きっと可愛いわよ。何それ。はいはい、もしも僕、もしものび太さんと結婚したら。これが僕の子供で、どこ行きたい？月かアマゾン。いいわね。無理だよ。どこでもないでしょ。どこでも行きなさいよ。あー、もう疲れた。やっぱり南極が良かったな。家族はゆっくり探すよ。みんなのハイブリッド、どこでものは。子供と海行きたいな。結婚もしれないのに。連れてってよパパ。僕もおじいちゃん、ひいおじいちゃん、ひいひいおじいちゃん。僕の子孫みんな揃った。きつそう。こんなに乗れる？スモールライト。え、大丈夫だよ、ノアなら。じゃあ解除。ちょっと大きすぎない？海行くぞ。広い。全然余裕だね。お母さんも乗れちゃうね。あれ、お母さんって誰？そうか、まだ知らないんだ。静かちゃん、なんかゾッとした。みんなのハイブリッド、どこでもノア。ヘアロノア、かっこいいな。僕もかっこよくなりたいな。じゃあそうなるじゃん。飲めばそうなるんだ。のび太エロ、ドラえもんエロ。俺たちかっこよくない？超かっこいい。エアロです。超エアロ。ヘイ彼女、ドライブ行かない？のび太さん、またこんなの飲んで。ノアがかっこよくなったんで、つい。のび太さんはそのままでいいの。じゃあもともとかっこいいってこと？そんなこと言ってないけど。ノアエロ、ノア。結局ドラえもんに頼らないと何もできないんだよ、お前は。俺確かにいつもドラ頼み、でもお前は一生ドラ息子。ドラ息子で何が悪い？のび太はいつもかっこ悪い。そんな俺もかっけえのはエアロ、乗ればクール。なめんじゃねえぞ、金持ちの俺は家にプール。今日こそつけてやるぜ、お前と白黒。親のスネかじってんじゃねえぞ、ボンボンが黒白。てかのび太とスネ夫の分際で意気がってんじゃねえぞ。はい。ノアエアロ、ダブルバイビー、白と黒。はぐれちゃったな。あ、いた。探したよ、ドラえもん。誰がドラえもんよ。軽自動車探してんだけど見つからなくて。出してよ、ドラえもん。ドラえもんじゃないから。あれ、なんでコンパニオンの格好してんの、ドラえもん。だからドラえもんじゃないって言ってるでしょ。出してくれたんだ、ドラえもん。 K じゃないけど、トヨタの K。 ドラえもんじゃない。本当だ、ドラえもんだよ。あ、ドラえもんだよ。 K じゃない K、パッソ。ドラえもん、笑顔だよ。この先渋滞してるからそこ曲がりましょう。ありがとうって行こう。ナビ進化したじゃない。進化しない人もいるけど。なんか元気ないね。私ティーコなんて名前嫌なの。ティーコ。静かとか春菜とか可愛い名前が良かった。静かちゃん、ティーコなんて嫌。そこ右、甘えないで。私なんて
ってジャイ子よジャイ。ジャイって何ジャイって。あ、私ティーコでいいです。すごい左です。ジャイってなんじゃい。ごめんなさい、助けてドラえもん。ん、ああ言えばこういうナビ、ティーコネクト。そこ右ね。ティーコまっすぐだよ。ここは渋滞してるからこっちが早いわ。ティーコといれば渋滞が回避できるからいいね。俺は曲がったことが嫌いなの。その発言が曲がってるでしょ。うるさい。はい渋滞。ほらだから言ったのに。いいんだよ渋滞好きだから。そんなやついないでしょ。何拗ねてるの。拗ねてねえよ。拗ねてる。拗ねてねえ。拗ねてる。渋滞最高。スネ夫だからっていい加減にしろよ。ナビを殺せた。このスネ夫やろ。はい、スノーになった。スナオ。スネ夫。ああ言えばこういうナビ、ティーコネクト。ん、美味しい担々麺食べたいな。ティーコ駐車場付きのいいとこ知ってる。次右ね。はい。そっちは左。はい。食べた。やばいやばい。やっぱりパスタにするよ。ティーコいいとこ知ってるわ。次を右ね。あ、また言っちゃった。同じ失敗二度するなよ。すみません。どんまい。到着です。お疲れ様。ティーコちゃん。何？僕ティーコちゃんのこと好きかも。そんなこと言ったらティーコ本気になるだろう。すみません。ああ言えばこういうナビ、ティーコネクト。私なんでナビに嫉妬してるんだろう。のび太のくせによ。大丈夫、のび太さん。あれ、なんだろうこの気持ち。見た目も中身も磨き上げた新しいパッソ。なんで私のび太さんなんかを。トヨタウンの女たちは自分に磨きをかけていた。静香さんってなんであの人と付き合ってるんですか。なんか頼りないっていうか。まあそうなんですけど。それにタヌキみたいなロボット飼ってますよね。猫なんですけどね。でも優しい人なんじゃないですか。人って結局ハートですもんね。え、のび太さんまた。ハートを磨け、新しいパッソ。あ、静かちゃん。こんなとこで何やってんの。バカ。だって何やってもうまくいかないんだもん。なんか頼りないって。人ってハートですもんね。なんで静かちゃんこんな僕と付き合ってくれるの。のび太さん、私がいないとダメじゃない。彼女は心まで磨き上げたようだ。なんか羨ましいかも。トヨタです。トヨタウンでは一人の女が迷っていた。静香ちゃん全然最近会ってくれないじゃん。しょうがないでしょ、忙しいんだから。まさか他に好きな人が。なわけないでしょ。もう切る。迷ってるんだろう、のび太くんとの結婚。どうして車買えたの。君もお嫁に行くし、小さい車がいいと思ってね。自分の選択を信じていいんじゃないかな。お父さん。もう迷わない、今のパス。帰ろうか。あいた、なんだこりゃ。あ、のび太さん。あ、誰かとデートなんじゃないかってつい。バカね。ちょっとだけ心配になってきたよ。トヨタです。